休み、大学1年生、職業レンタル彼女。休みの朝は4時起きだ。目覚ましの5分前には目が覚める。パジャマを着替え、歯を磨き、朝一で書をたしなみ、捨てる。実家から連れてきた飼い犬の散歩をし、いつもいるおじいさんに一方的に挨拶を受け、シャワーを浴び、大学へ向かう。日本史を愛し、国際コミュニケーションを疎む才女。レンタルの依頼が入るのは週に2回ほど。個人指名もあればランダムもある。映画を見たりお茶をしたり、苦手なお客さんはいないが、彼女中の自分はすごく嫌いだ。あ、じゃあここでバイバイ。憧れの先輩がいる。え、相談？いいよ。水原千鶴さん、19歳、現在フレッシュクラスナンバーワン。年は同じだが、美人で優しくて、自分の夢をしっかり言葉にできる隅の理想の女性。え、すごくいい子ですよ。可愛くて真面目で純粋で、人見知りなのが不思議なくらい。スミちゃんに必要なのは自信だと思うんです。私も初めは緊張したし、急に人は変われない。でもそんなスミちゃんを好きって言ってくれるお客さんは必ずいる。そう思えた時、勇気を出せるんじゃないかな。